こんにちは、バレンデインベストメントの草田です。今日は 5G や 6G というのは商用登録できるのかということについてお伝えします。で、以前 PPAP の商標問題で世間を騒がせた人がですね、 5G について商標登録出願をしています。なので、それが登録されるのかどうかということについてお伝えします。で、まずですね、その PPAP の商標問題って何だったかというと、まあ、今からだいたい3年前、2016年の頃ですね、起きたことですけども、その、まあ、PPAP、まあ、有名なあのピコ太郎ですね、ピコ太郎が、使ってた文字ですけども、で、それをですね、まあ、あるその上田育弘さんという、まあ、名前言っちゃったんですけど、その、まあ、Wikipedia にも載ってます。元弁理士の人ですね。で、その上田さんが先に商標を出してしまったということですね。で、その PPAP の商標を管理している、その ABEX 社、まあ、あの正確には ABEX グループホールディングスなんですけども、で、その ABEX 社が商標を出した時には、すでにその上田さんが先に出してたんですね。なので、この上田さんに商標を取られるんじゃないかということで、あのニュースとかで騒がれたわけですね。で、まあ、あの、結局のところはですね、その上田さんの出願は、あの、まあ、却下されて、で、かつその ABEX 社の出願が通ってですね、まあ、あの無事登録になったということですね。で、まあ、商標を取られることはなかったんですけども、で、その上田さんっていうのは、まあ、そもそもですね、その PPAP 以外にも、もういろんなあらゆる商標を出願してるんですよね。で、もう数はもう何万件にも上ります。で、その出願してる商標っていうのは、その今もう流行ってる、まあ、言葉だったり、これから流行りそうな言葉ですね。そういったものを中心にたくさん出してるということですね。で、その上田さんの目的というのはですね、その商標をですね、まず、その先に出してしまって、で、元々使ってた人が、それで、もう後出し、何も言えないような状態にしてしまうんですよね。で、それで、元を使っている人が、そのもの使えないってなった時に、上田さんがその、商標の使用料、まあ、ライセンス料、もらうっていうような形ですね。なので、利益目的でやっていたということになります。で、そういった人たちっていうのは一般的に、まあ、商標トロールとか、商標ヤクザと言います。まあ、いい意味ではないですよね、当然。まあ、犯罪者ではないんですけども、ただちょっとこすい、せこい人たちだな、というような感じです。その上田さんなんですけども、まだその商標の出願っていうのはやめてなくてですね、今もなお、たくさんの商標出願をしてます。で、僕調べたんですけども、上田さんの本名で調べたところですね、2019年、まあ、今年ですね、今年だけでも2000件以上の商標がヒットしました。なら2000件で相当な数ですね。で、その中に、その 5G という商標登録出願があったわけですね。で、その 5G なんですけども、じゃあその、登録されるのかと。いうことですね。で、5G だけじゃなくて、その、将来出るであろう 6G とか 7G、こういったものも商標登録されうるのかというところなんですが、もう結論から先に言うとですね、これは 100% 登録されません。というのもですね、なんかその 5G、6G とかが、まあ、有名だからっていうよりかは、もうあるですね、法律条文に基づくと、もう絶対に登録されないということなんですね。で、その法律条文というのは、番号覚えなくてもいいんですけど、商標法の3条1項5号という法律条文にですね、書いてあります。で、その内容を簡単に、すごく簡単に言うとですね、極めて簡単な商標っていうのは、商標登録できないということですね。で、この極めて簡単な商標って、じゃあ具体的に何を指しているのかというとですね、それはですね、特許庁の審査基準という資料に、まあ、いろいろ書いてありまして、で、具体例を挙げると、まあ、例えばこのようなものですね。はい。まあ、こんな、シンプルな文字っていうのは、商標登録されません。で、これ、どういうことかというとですね、この AB っていうのは、まあ、アルファベット単純に2文字ですね。で、アルファベット2文字か1文字だけのものっていうのは登録されないんですね。で、あとは、この数字だけのもの。まあ、3とか、この14とか、こういったものも登録されません。で、あとは、この A と5が書いてあるんですけども、これ、アルファベット1文字と数字1文字ですね。こういったものも、まあ、登録されないということですね。なんで、さらにこの逆。数字が先であっても、ダメだということになります。で、まあ、これで考えると、5G っていうのは、まあ、これですよね。6X と同じような感じですね。数字が来て、アルファベットが来ると。なので、これも登録されないということになります。で、その、まあ、G5 みたいに逆にしたとしても、まあ、それもダメということですね。まあ、こっちのパターンに引っかかってしまうので。はい。
まあ、ということなので、まあ、5G であっても 6G であっても 7G であっても、まあ、商標登録はできないという結論になります。でただですね、5G に関係する商標登録出願が全部登録されないのかというと、実はそうでもなくて、まあ、例外的なものもあります。でそれはですね、NTT ドコモが出願しているものなんですけども、これは 5G ですね。こちらに今映しているものですね。5G で書いてあるんですけども、ただこれはですね、シンプルに 5G と書いてあるんではなくて、左のところにマークがありますよね。区という文字を、まあ、逆にしたようなものですね。なのでこういったですね、まあ、マークが加わると、まあ、全体としてその極めて簡単なものというわけではなくなるので、それで登録になり得るということになります。もしその 5G について商標登録したいのであれば、その 5G 足す何かということですね。で、その何かっていうのはそのロゴマークとか、あとはですね、何か加えなくても、その 5G の字体をすごいスタイリッシュにするとか、例えばモノグラムですね。モノグラムっていうのは、その数字とか文字同士を重ね合わせて表示するものです。イメージしやすいものだと、まあ、ルイ・ヴィトンですよね。L と V を重ねたもの、見たことある人多いと思います。で、まあ、5G の場合だと、まあ、こんな感じですね。ちょっと適当に書いたんで、すごい見づらいんですけども、まあ、こんな感じだったら、商標登録されうるということになります。ということでですね、5G についてはですね、シンプルな文字で表した場合は、まあ、それは、絶対商標登録できないということになるので、それはですね、逆に言うと、5G というその2文字を、まあ、商標としても、商標権侵害にはまず当たらないということになります。その 5G というそのシンプルな2文字について誰も商標登録してないので、まあ、誰が、どうですかっても、その商標権侵害に当たらないということですね。なので、まあ、広告の、まあ、チラシの右下の方に 5G というふうに、まあ、商標っぽくですね、表示したとしても、それは問題ないということになります。まあ、なので、その商標登録できない、まあ、商標っていうのは、まあ、ネガティブな意味に捉えるんではなくて、使っても逆に言うと、その商標権侵害にならないというメリットもありますので、そこはですね、覚えておいていくといいと思います。でちなみにですけども、まあ、上田育弘さんが、まあ、3年前にその PPAP 問題で世間を賑わせましたけども、あの出来事は僕あまり悪かったと思ってなくてですね、その、まあ、実態的な被害も起きなかったですし、で、あとその、世間がですね、その商標に対する、まあ、認識が強まったと思うんですよね。うかうかしてると、他の人に自分の商標、まあ、取られるというですね、その危機感を、まあ、感じた人が多いと思うので、それによって、その商標はしっかり守るというですね、意識が働いたと思います。なので、まあ、上田さん、まあ、モラル的にはいい人ではないと思うんですけども、結果的にはですね、すごいいい仕事をしたなと、まあ、僕は思ってます。モラル的には、そのいい人とは言えないと思うんですけども、ただですね、結果としては、その商標の重要性をですね、まあ、世の中に知らしめてくれたということで、良かったんじゃないかと思います。まあ、擁護するわけではないんですけども、やっぱりですね、まあ、ある程度その結果として判断しなければいけないのかなというふうに考えています。まあ、ということでですね、事業やられる方とか、これから事業やろうとしている方は、まあ、商標のことはですね、まあ、しっかり気にされた方がいいかと思いますので、ぜひですね、いろいろ、まあ、調べてみていただければと思います。それではですね、今日の内容は以上となります。ぜひですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。本動画をご覧いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。